人的にリキトさんとあの飲み行こうぜのシーンで、涙しそうになったんですけど、まだ未来がある。俺もあとちょっと、めっちゃ楽しかったです。一番酒飲もうぜ。結局飲みに行ったりキャバクラ一緒にしたり行ったり。いやまだまだ行ってる。俺今度あれ宇都宮行ってくるんで、ちょっとその時ちょっと見たいっすコラボ、はい、はい、ぜひぜひ、はい、あとすいませんでした、あの金森さんの、いや全然大丈夫っす、あれはもうあの動画でなんか仕方ないっす、いやでももう一回あの金森さん、いくら酒入ってるとかどうとはいえ、もう一回やりたいとかそういう思いはあったりするんですか。あのあれ負けてなんか5月になんかやる興行がやるからその時みたいな、工業の力言われてたんですけど、はい、なんか本人怪我してて、はいはいはい、でなんか流れちゃって、まあ、そこからなんか、まあ、いいかなみたいな感じになっちゃって、そしたらここで前回会って、うん、荒森くんって言った、その時まだ怪我したんで、はい、あ、じゃあ仲悪いっていうか結構もうどなんかな仲間っていうか、いや、まあ、なんかあの話す感じじゃない、またどっかで、まあもし本当にやるってなるんだったら、まあ近くでやりたいですね。あ、近角で負けてるんで、もっと本当にやるんだったら近角で一回やって一回負けじめたんで、感動が面白いかな、でも感強いんで、そうですよね、めちゃ強いですよね。はい、じゃあもうジュンさんもトーナメント出場期待してます。まあ俺もおっさんなんでトーナメントはね連戦になっちゃうんでね、はい、まあ機会があれば、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。